どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はこのウクレレを使いまして16ビートのチャッというリズムを徹底トレーニングとして動画でアップロードしたいと思います。この動画ね、16ビートのシリーズの第2弾ということでやっておるんですけれども、ウクレレ触ったことないけどやってみたいなとか、ちょっとできるけどどういうことという方いらっしゃると思うんですけど、もうちょっとしたらこういうリンクあります。このリンク先はですね、触ったこともない方がどんどんステップアップして、もうリズムとかいろんなことができるようになるというプログラムになっているのがあります。ここのリンク行ってくださいね。このリンクからずーっと見てもらって、ここの、今の動画にまた戻ってきてください。まずは4つ弾きから始まって8ビートのチャ、16ビート、今回16ビートのチャという階段を登るうちの、これ結構なかなかの、高難度なところでございますけど、今日は16ビートのチャというリズムを深めていきたいと思います。16ビートのチャというのはどんなもんか、ちょっと弾いてみましょう。いいでしょ。チャッとスタッと、はい、こんな感じになっています。これはですね、やっぱり、ガズレレ YouTube でもいいよ、頻繁に出てくるんですけど、皆さんなかなかこう、難しいというリズムのもう典型パターンでございまして、でまずですね、やっぱりこれ、さっきも言ったんですけど、16ビートの基本がまずありますよ。16ビートの基本はジャン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 なんですけど、ここは前回の動画でちょっとおさらいしておいていただきたいんですけれども、じゃあ今回16ビートのチャどんどんいきます。あと16ビートのチャ後半でやるんですけど、ワンブロック2個コードが出てきた時の解説も16ビートバージョンでやります。じゃあね、もういきなり見せたいと思います。これですよ、16ビートのチャ。これね、ちょっとこのテロップにも書くんですけど、普通の基本の16ビートとチャでちょっと変わるんですよ。8ビートの時もそうだったんですけどね。ちょっと見てみましょう。じゃんじゃんチャ。ここでチャです。青でチャ。じゃんじゃんチャじゃんじゃんチャじゃんチャじゃんチャ。はい。ダンダンチャダンダンダダンチャダンダン。こんな感じでいこうと思います。はい。これがね、難しいんですよ。チャのやり方。手首の振り方などは、このさっきのプログラムのところで8ビートのチャで、もうこのチャの弾き方だけはもうそこ見てね、8ビートのチャでやってください。ただ今回ももうその上のレベルに行ってるんで、チャ一応ね、こう線香花火がパッと開くように手首柔らかくしてほうきみたいに使って、はい、こういうイメージ、はい、ここはちょっとあえて深めないですけど、8ビートのチャのところでこの動画ちょっと見ておいてください。8ビートのチャリンク貼っとくか。ここで8ビートのチャでこのチャのやり方をマスターしておいてください。今日はその入れる場所を特にフォーカスしたいんでね、もう一回じゃんじゃんチャじゃんじゃんじゃじゃんチャじゃんチャ、これちょっとやってみますね。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、じゃんじゃんチャじゃん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 、体4つ、これですね、ガズさんいつもやってる感じとちょっと違うような感じがしませんか。ガズさんのいつもの感じちょっとやってみましょうか。もう何にも考えずに、はい、これね、私も最近というか、まあ気づいていたというかですね、これね、ここに書いたんですけど、ここね見て、白はね弱めなんですよね。黒は強く弾くでしょ。でここ今まで空、なんていうのかな、空振りしてくださいって言ってたんですけど、案外ここね、弾いてるっていうか、ほんと触ってんですよ。音が、じゃあ、スッってこう、要はね、これドラムの人はわかるけど、ゴーストビートって言って、なんか、思いっきりは弾いてないんだけど、ちょっと音が聞こえてるっていうのでやると、今みたいになるんですよね。で、合うはちゃですよ。そうすると、結局全部弾いてんですよ。じゃがじゃが、たかちゃ、じゃずじゃずけ、たかちゃ、じゃずじゃず、たかちゃ、じゃずじゃ、口で言うとこんな感じ。さっきのやつで言うと、ちゃっちゃっちゃちゃっ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 ていう感じなんだけど、この白いとこもちょっと引っ掛けると、じゃがじゃがじゃがじゃずじゃずけ、たかちゃ、こういう裏が入ってくるようなイメージなんです。ちょっとそんな感じやってみると、ちょっと早いか、もう一回、せーの、じゃんじゃん、ガカズ、ダスダスガカズ、つまり全部強く弾くところと弱く弾くところが、白丸のところは本当この辺をちょっと触ってこう触るぐらい、つまり強弱がものすごい入ってるわけ。これが多分ですけどね、今まで16ビートのチャで私がちょっと伝えきれなかった、解説かもしれません。結局16ビートの16個の弾全部弾いてるんですよ。強弱があるだけ。ちなみにチャを抜いて強弱だけで16ビートやってみる。1、
1,2,3,4 これでも十分かっこよくないですか。今チャンも入れてないですよ。ただ16回ジャタ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 って弾いて強弱を入れてるだけ。はい、弱く弾くときはほんとここをサワサワサワぐらいで、弱く弾くときはこの3弦と4弦だけをちょっとこう引っ掛けるぐらい、ここにチャを入れるわけ。口で言ってみるのがいいと思います。だがだがじゃがずだずがずがだかつくだがだがだかずだずだずくだが、だから全部弾いてるって考えちゃっていいと思います。今までの教え方だとみたいな感じでちょっとこう詰まってない、こっちはここが難しいんですよ皆さん。ここの弱く弾くところが、強く弾くところと弱く弾くところ、はい、今回これすごくまあ追ったまげな情報なんですけど、全部弾いてるんですよね。これジャ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 チャジャジャジャズジャジャズチャ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 、はい、白いところは弱く、黒いところは強く弾く。これ今回16ビートチャで本当に肝になるところでございます。そしてさらにもうワンランク面白いことやります。今ねジャンジャンジャカジャンジャンジャンジャカジャカってなんとなくこう分かってくれましたね。白いとこもうっすら弱く弾くんだよってことね。このね。そして、またもう一個。ペン出てきました。なんじゃなんじゃ。ここですよ皆さん。ここ。ここ。ここ。また同じ青になっちゃって申し訳ない。ここは膝ですよ。覚えてる？ここ。ほら。ここの点膝。ちょっと色変えればよかったな。まあいいや。はい。ジャンガジャンガチャカズってタッチャツーク、チャカタカ。ここで膝入れるとリズムのものすげえ勢いでリズムトレーニングになります。ちょっとやってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。ダン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 。すごいでしょ。これ膝で3拍目ですからね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、はい、1、2でちゃ、ね、1、2、3は膝、4でちゃ、1、2、3、4、めちゃ脳トレ。これは相当難しいですけど、この3拍目がやっぱりグッて意識してないと、8ビートの時も散々言いましたけど、この3拍目がないのにあるように感じさせるロマンがあるわけですからね。これちょっとね難しい、確かに難しいんですけど、まずは最初はこの膝はいいや。じゃんじゃんじゃかじゃだすだす、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。これをやってなんとかできるようになった方は1、2、3、4、1、2、3、4、やってみましょう。ちょっとこれ早いかな、超ゆっくりやってます。膝なしバージョンね。はい、1、2、3、4。全部弾いてるんですからね。強弱、強いところと弱いところで、その強弱でこのメリハリをつけてグルーブを出して、口で言うのがいいと思うね。こっちもジャガジャクタカチダズダズクタカチクダダズクタカチダズダズクタ。やっぱりドラムなんだよな。ドンドンタカチダズとドンタカチタドンと、ドラムを右手で再現してる。だから16ビートのドラムっつうのはやっぱ同じようにこうそのノリを出すのは結構難しいんですよ。なんでまあこれはですね、おいそれとできるリズムではないということだけは分かっておいていただきたいんですけど、今の段階ではこういう風になってんだなっていうことだけは分かっておいてください。白も弾くんだなってことです。優しく弾く。はい。黒は強め。
白は弱め、青は茶です。で、ここ可能であれば膝を入れた方ががっちりリズムが組み込める、あのグルーブが高まります。3拍目でやっぱこうグッとこう感じさせるエンジンブレークをかけるようにやってみるということです。もう一回ちょっとやってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー、サン、オン、イチ、ニー、サン、オン、イチ、ニー、サン、オン、イチ、ニー、サン、もうちょっとゆっくり、イチ、ニー、サン、体もよろしいよ。タカツタスタスカタカタカタンダカタカツタンダスカタカタンダカタカタタンダスカタカタカタンダカタカタタンダスカタカタカ。はい、こんな感じ。まあ踊るポンポコリンワンフレーズやるとワン、ツー、スリー、フォー。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からポワーとインチキおじさん登場。こんな感じ。弱いところがね結構難しいんですね。やっぱり本当にこのくらいですよ、触ってんのは。弱く弾くところね、弱く弾くとこ触るように撫でるように弾く。で、強く弾くときはスパーンと振り抜く。ダンダカツダンスダンス。はい、この感覚。まずね、やっぱり口でね、言えるかどうかが勝負です。ダンダンダカツダンスダンダカダカチカダンダンダカチダンスガンダカダカチタダンダンダカツダンスガタカタ。これ口で言うのは難しいもんね。だからそういうことです。口で言えるようになるといずれ体でできるようになります。これ16ビートのチャー相当奥が深い。はい。何回も何回も繰り返しやってみましょう。これ大きく4つで体揺らす。ここ忘れないでください。あとはね、やっぱいつも言ってるんですけど、歌を一緒に歌うわけですから、ここがまあ脳トレになるわけでございまして、本当に、まあ、じっくりと取り組んでいきましょう。はい。で、今日はですね、さらにさらに、ワンブロック2個コードが入ってる時の解説です。あれね、ワンブロック2個コードが入ってる時はなかなかこれ大変でございます。じゃあこの C と F というコード進行だった場合、じゃあどうするか。まずね、困った時にはこれです。困った時にはこれ。じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃんじゃんじゃんじゃか。はい。これで、まず、困ったらこれでいいです。ちょっと今回、茶は省くけど、入れてもいいですよ。まず C と F だったら。じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃんじゃんじゃんじゃか。茶を入れると、じゃんじゃんじゃかすか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 。こんな感じになると思いますね。なんで、要は、同じことを2回やるのが一応困ったらこのパターンで。いきましょう。はい。はい、いろんなパターンあります。ワンブロック。で、次1個もう1個剥がすと、これね、2のパターンっていうのがあります。これはですね、この矢印ついてるシンコペーションということで、じゃんじゃんじゃんじゃ、じょんじょじょんじょんじょん、じゃんだんだんだ、どんどどんど。この食い込んで変わるシンコペーションのリズムがテロップで表すとこうなります。色が変わってるところでコードが変わります。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃんじゃんじゃんじゃ、じゃんじゃ、アップで変わるんですね。じゃんじゃんじゃんじゃ、どんどどんどんだ。体を4つよ。ダンダトントトント。F でがグッと前に食い込んでくるんだけど、その時体も食い込んじゃダメよ。次の一拍開けて体も揺らす。ジャンジャンジャンジャドンチャタンタン。ジャンジャンジャンジャドンチャタンチャ。これがシンコペーションのパターンですね。これはですね、最近の曲はこの矢印マークつけてるけれども、昔やった数のレッスン動画ではこれ、つけてないんで、耳で聞いて感じ取ってください。で、なかなか次のレアケースとしては、この3番目のパターンですね。あ、今ちなみに1番目のパターンは、じゃんじゃんじゃんじゃか、じゃん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 。で、2番目のパターンはシンコペーションでやったパターン。はい。で、3番目は、こう逆に後ろに来るパターンね。じゃんじゃんじゃんじゃじゃん、じょじょんじょんじょん。はい。じゃんじゃんじゃんじゃじゃん、じょじょんじょん。これがね、ま、あんまりないですけどね、ま、やってみると。こんな感じです。チャを入れると、じゃんじゃん。こんな感じです。今日はとっておきの1個の切り替え、一番かっこいいやり方、今日はここでレクチャーしようと思います。こういうのがあるんですよ。ちょっと聞いててくださいね。わかるかな。
なんじゃこりゃって感じでしょ。これがね、面白い。これがね、やりたいやつです。今日、後半のもうこれメインです。はい。かっこいい切り替え。C と F の場合。はい。じゃんじゃんじゃんじゃじゃ、ここのピンクのところはね、左手離すんですよ。全部離して開放弦にする。で、ここの青いところで、右手は弾かないで、左手だけコードを変えるんですよね。これハンマリングオンといって、ここでバーンと弾いといて、ここを左手だけでパタッと指で押さえ込むような感じです。これの切り替えがすごくかっこいいんですよ。で、ここは、じゃんじゃんじゃんじゃ、だらって私は表現してます。だんだんだんだ、だら。だらって覚えておいてください。じゃんじゃんじゃんじゃ、だらちゃちゃんちゃんちゃん、だんだんだんだ、じゃらちゃちゃんちゃん。はい。まずこのピンクのところ、左手は離すってやつね。じゃあ C からいきますよ。じゃんじゃんじゃんじゃ、じゃ。わかった？今最後のところでこう左手離すでしょ。じゃんじゃんじゃ、じゃ。はい。離した。その次どうするか。このまんま左手を、左手だけ F にする、このパターンだと。今右は弾いてないよ。ダラン、ダランです。これがダラーンって感じで。ジャンジャンジャンジャ、ダラタタンタンタン。左手見てて。この左手だけでパンと叩く。ハンマーのように叩くからハンマリングオンというふうに言われてますけど。ダラタタンタン。ダン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 、ダラタタン。かっこいいんですよ、これが。チャを入れてもダランダラン、これはね結構だからコツがいる。次じゃあコード進行こんな感じだとすると、ダン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 ダラダダンダンダダディンディンディンダラダダン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 ダカツダラダダンダンダダダンダンダカツダラダダンダン、こんな感じでダラダラって入れていくわけ。アップで開放弦、アップでこう何も押さえずコード押さえず弾いて追っかけて左手で G7 だったらC だったら、Am だったら、こんな感じですね。ハンマリングを、ハンマーみたいにパターンって叩きつける。ハンマーみたいに叩いた時に右手を膝叩いてるわけですからね。弾いてないです。この切り替え、一番かっこいいやつでございます、ね。これ、ワンブロック2個入ってる時、いろいろあるんですけど、まあ、本当に、その時に一番かっこいいのを選んでいきたいんですけど、この、じゃらん、だらんの、切り替えを分かっておくと、さらにいいかと思います。そういうわけで、まあ、16ビートも、これはですね、なかなか、もう、相当な、脳トレ要素がめっちゃ強いんで、これ弾きながら歌うわけだからね。じゃあ、ここでちょっとだけデモ演奏します。シークレットベース、君がくれたものゾーンいきますよ。これ、ワンブロック2個ずつ入っていきます。ワン、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、10年後の8月また会えると信じて、最高のダラタタン、思い出を、こんな感じです。追いかけてきたでしょ。ダラン、ダランってなったでしょ。はい。こういう小技がまああるわけでございます。そういうわけで今回はかなり難しい。16ビートのチャとワンブロック2個入ってきた時の、ダブル、レッスンムービーになっております。だから、まあ、段階を経てくださいよ。まずは8ビート。8ビートのチャ。ここまでできてないととてもじゃないけど、やっぱ16ビートの世界にはちょっと到達できません。そしたら16ビートの基本をやって、その後にやっと16ビートのチャが出てくる。だからね、もう本当に深いですよね。はい。楽しんでやってくださいね。これゲーム感覚としてやるのがおすすめでございます。はい。16ビートのチャット、ワンブロック2個コードが入ってきた時の16ビートの、切り返し方。解説動画でした。ありがとうございました。はい。ガズレレホームページご覧になってください。リンクここに貼っておくんですけど、まあいろんな情報、この使ってるウクレレの情報だとか、こう、キャップとかね、こうストラップとかグッズもいろいろあります。アプリのこととか、まあブログも書いてるし、ホームページ見てくれたら大体ガズレレの、あ、イベント情報もそこに載ってますからね。はい。ガズレレドットコムよろしくお願いします。皆さん、楽しく音楽しましょう。こういうの出たらしんどくならないでくださいよ。こういうのはもう脳トレとして、体にだんだん落ちてくる、ね、染みついてくるやつなんで、毎日ちょっとずつこうで面白がってトレーニングするのがいいと思います。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。